平成の時代にバラエティで大人気だったタレント辺見えみりさん。可愛さだけではなく頭の回転も速いので司会もできる万能タレントでした。今回は辺見えみりさんの若い頃の活躍や整形、目元ケアブランドや似ている芸能人についてお伝えしていきます。この番組ではアスネタブログの記事を音声にしてお伝えしております。アスネタでは気になる話題の芸能人や有名人のニュースをお届けしています。気になる方はぜひ概要欄のアスネタ元記事もご確認ください。辺見えみりのプロフィール。生年月日1976年12月16日。身長166センチメートル。出身地東京都。最終学歴肘女子学園高校芸能コース。現在は目黒日本大学高校中退。所属事務所太田プロダクション。第一章、辺見えみり。若い頃は可愛さで活躍。かつて毒舌キャラでブレイクしていたタレント辺見えみりさんは顔が可愛いことも印象的ですよね。見た目に花があり、トークの回しもうまいのでバラエティで引っ張りだこでした。それもそのはず、歌手であり俳優の辺見まりさんと西郷輝彦さんの娘なのです。2人とも超大物芸能人なのでえみりさんが可愛く華やかなのもうなずけます。また辺見まりさんの父親はスペイン系アメリカ人ということが分かっています。そのためえみりさんにはアメリカ人の血も入っているということですね。えみりさんの芸能界デビューのきっかけは中学生の時行った美容院。カットしてもらっていると、そこに偶然居合わせた芸能事務所の方からスカウトの声がかかりました。事務所の方はえみりさんの両親を知らないわけですから、はためから見て相当可愛かったようですね。その後高校生で1993年のテレビドラマ「いちご白書」で女優デビュー。向かって一番右端にいるのがえみりさんで、安室奈美恵さんや小田あかねさんらと並んでいます。その中でもひときわ目立っているので、若い頃も相当可愛かったようですね。高校で本格的に芸能活動を開始したえみりさんはバラエティ番組で話題になりました。1995年の番組「スーパージョッキー」にレギュラー出演すると、毒舌キャラが話題を呼び一気にブレイク。同年のクイズ番組「マジカルズノーパワー」では初出場にもかかわらず初優勝し存在感を増します。この頃人気女性タレント、いわゆるバラエティアイドルとしてえみりさんのファンも急増しました。まだ人生経験も少なく若かったえみりさんは、テレビ出演でこんなに世界が変わってしまうのかと恐怖を感じていたとか。2001年にはバラエティ番組ワンダフルの3代目司会者にも抜擢され、トーク力も認められていました。確かに2000年代初期の平成の時代はテレビをつけると何かしらの番組にえみりさんが出ていましたね。その後、えみりさんはお笑い芸人の木村雄一さんや俳優の松田健二さんと結婚するも2度の離婚を経験。松田さんとの第一子を妊娠すると、出産のための休養などでメディア露出が減っていきました。とはいえたまにバラエティ番組で見かけることもあるので、2023年現在でも芸能活動は継続されています。第2章、辺見えみりに整形の痕跡も。若い頃から綺麗だったえみりさんですが、30代後半くらいから顔がかなり変わっています。昔と比べると目がかなり大きくなっており、顔全体の彫りが深くなったように感じます。もともと目が大きく整った顔立ちだったにもかかわらず、さらに目が大きくなっているので少し不自然な印象も受けます。目をよく見ると目頭が不自然に開いているので、目頭切開をしているようですね。ネット上でも目頭が怖い、違和感のある顔と声が上がっており、辺見さんの整形には批判的な意見が多いようです。30代後半あたりから顔がガラリと変わっているため、妊娠出産でメディアから離れていた時期に整形したと思われます。芸能人は整形が多いと噂ですから、長期休暇中に顔を整えるのはよくあることかもしれませんね。
年齢による劣化はいくらスキンケアや生活習慣の改善をしたところで抗えるものではありません。芸能人は体が商材なだけに顔を美しくしたいと思うのは自然な心理とも言えます。エミリさんはアパレルやスキンケアブランドもしているので広告塔になる必要もあります。ただ元から可愛かっただけに整形をする必要がないのではと残念がある方も多いようですね。第3章、ヘンミエミリの目元ケアブランドが話題。エミリさんはメイクアップブランドピューピラをプロデュースしていて、一部品切れになるほど反響があります。ピューピラでは松井く24マスカラと松井く24アイライナーを主に出品。ストレスや疲れなど環境の影響や老化が出やすい目元に対して自身の体験を参考にして作ったものだそうです。日中に目元ケアができるアイメイク用品でお湯で簡単にオフできる点がポイントとのこと。利用者からはお湯で落ちるのに汗などでは崩れない、ダマになりにくく使いやすいと話題に。口コミサイトでも高い評価が多く人気商品となっています。年齢が気になりだした頃に美容成分のあるアイメイクを探している方も多いようですから、エミリさんの着眼点はかなり良いのではないでしょうか。自身のインスタグラムでも積極的に宣伝しており、マスカラは黒が完売してしまうほどの人気だったとか。オンラインショップだけでなく東急ハンズでも販売されるようになったほどなので、相当人気が出た商品と思われます。またエミリさんはノーガニックという目元ケアを含めた肌ケアブランドの広告塔も務めています。タレントとして有名だったエミリさんですが、2023年現在はアラフォー世代の女性のカリスマ経営者となっている様子。メディア露出が減ったのは芸能の仕事がなくなったのではなく、ブランドの仕事が忙しいため芸能活動は抑えているのではないでしょうか。第4章、ヘンミエミリと似てる芸能人は中山エミリ。ヘンミエミリさんと中山エミリさんは似ていると話題になったことがあります。中山エミリさんはエミリさんと同年代でタレントと女優をしています。確かに名前も同じですし、目鼻立ちがはっきりした顔も少し似ていますね。加えて中山エミリさんも司会ができるので、2人を見慣れない視聴者は混乱したのではないでしょうか。険しめの顔つきではっきりとした口調なのがヘンミエミリさん。人形のような優しい顔立ちでふんわりと優しい雰囲気なのが中山エミリさんと区別できますね。